さんこんにちは。アクセススタッフブランドコンシェルジュのあゆみです。最近ってファッションもワンマイルコーディネートがトレンドですよね。数年前からトレンドになっているお財布とミニショルダーが一つになったお財布ショルダー、まさにワンマイルコーディネートにぴったりなアイテムです。いろいろなブランドでも扱っているので、その中から最新のアイテムをピックアップしましたよ。まずはクロエのアビーです。バッグやお財布などで人気のラインアビー、以前ショルダーバッグをピックアップしましたが、今回はお財布ショルダーです。クロエらしいペールカラーの優しい色味、アビーならではのデザインのパッドロックにはブランドロゴがあしらわれ、ゴールドでエレガントな雰囲気ですね。チェーンのゴールドとも相まってコーデがより上品な印象に。中はこんな感じです。お財布ショルダーはカードスロット、お札、コインケースはもちろん、リップやスマートフォンなどちょっとしたものも入れられて、ワンマイルバッグならではのスリムさもポイントなんです。次はフェラガモ。以前の動画でもご紹介したガンチョシティのお財布ショルダーです。リンゴンベリーというベリー系のカラーとトレンドカラーのイエローがコーデのアクセントにも、気分も上がりますね。ガンチョシティはガンチーニモチーフのステッチが特徴ですね。ストラップを外せばクラッチバッグとしても使えますよ。次はディオール。このステッチデザイン、ディオールを象徴するカナージュです。これ他とは違ってカードケースが別になっていて、中にセットできるんです。もちろん単体でも使えますよ。バッグの中を自分好みにアレンジできるのもいいですよね。次はサンローラン。センターロゴのアイコンとチェーン、レザーの感じがサンローランっぽさがあっていいですよね。以前の動画でパフィーアイテムをご紹介しましたが、これもダブルステッチのキルティングレザーでぷっくりしています。トレンドを感じさせるアイテムです。最後はプラダ。3色ご用意しました。カラーによってかなり印象が違いますね。火の色と言われるフォーコだとコーデの差し色にぴったり。ブラウンはナチュラルにコーデに溶け込みます。ブラックやブラウンはどんなコーデにも合いやすいですね。モノトーンのモード系がお好きならブラックが良さそう。プラダのロゴはバッグと同色でワントーンになっています。人気のサフィアのレザーだから傷がつきにくく、日常使いにもいいですね。チェーンベルトは取り外しできるんです。ストラップ付きのバッグとしてパーティーなどのフォーマルシーンでも使えます。いかがでしたでしょうか。ショルダーだけど収納ポケットがきちんとあり、利便性がありましたよね。ミニマルな暮らしにマッチします。近くのショッピングからオケージョンシーンまで、どこに行くにも一緒に連れて行きたくなりますね。この動画が少しでも面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。